ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。魔理沙、イギリスにものすごく有名な預言者がいるそうよ。ほうほう、それで、その預言者は一体誰なんだ？それがね、名前がいまいち出てこないのよ。確かジョーンズだったと思うけど。イギリスの天才預言者である、ルイーズ・ジョーンズだな。あ、そうそう、その人だよ。ルイーズはイギリスの天才預言者として知られており、数多くの預言を的中させている人なんだぜ。そんなにすごい人なの？そうだぜ。じゃあ、今回はルイーズ・ジョーンズについて、いろいろと解説していくことにするぞ。うん、よろしく頼むわね。よし、それじゃ、行ってみよう。まずは、ルイーズ・ジョーンズについて解説していくぜ。よろしく。ルイーズ・ジョーンズはイギリス出身の預言者で、主に水晶を用いて預言を行うことで知られているんだぜ。また、ルイーズは自身の YouTube チャンネルにおいて、様々な予言を投稿し、話題になっている人物でもあるんだ。登録者は何人ぐらいいるのかしら？約8万人くらいだと思うぜ。意外と多くの登録者がいるのね。そうだな、8万人といえばかなりの影響力があることは間違いないと思うぞ。確かにそれは間違いないわね。それに最近は、予言者と YouTube がセットになっていることが多い気がするわね。言われてみればそうだな。もしかして、預言者にとって YouTube は良い感じの副業になるのかな？まあ、その点はどうだろうな。ただ、ルイーズなどの預言者が動画を投稿することで、その預言内容に関して、関心が集まるので、いろいろな効果が期待できると私は思うぜ。なるほどね。それで、ルイーズはこれまでにどんな預言を残しているの？ルイーズが的中させた預言はいろいろとあるので、順番に解説していくぜ。よろしく頼むわ。それじゃよく聞いてくれ。どんな預言なのか楽しみね。まず紹介する予言は、菅総理が辞任するという内容の予言だぜ。え、菅ちゃんの辞任を予言していたの？それはすごいことだわ。確かにイギリスの女性が日本の元総理について予言していることは、意外だよな。そうそう。それで、ルイーズは自身の YouTube チャンネルでそのことを予言しているんだ。ほうほう。具体的に動画の内容を説明すると、最初は世界情勢に関する予言をルイーズはしていたけど、途中から菅首相が辞任すると予言しているんだ。そして、予言の内容は菅総理に関するスキャンダルが噴出している様子が、水晶を通して見えていると語っていたぜ。菅総理が辞任したことは知っているけど、辞任に至った理由は何だったか覚えてないから、説明してほしいわ。確かにその説明は欲しいよな。よろしく頼むわね。菅総理が辞任に至った直接的な理由は、自民党の総裁選に出馬を表明しなかったからだな。じゃあ、自ら辞任した感じなんだね。まあ、そうなんだけど、総裁選の前に週刊文春において、スキャンダルがスクープされていたことも、少しは辞任に関係していることは間違いない。なるほど。それで、どんな内容のスキャンダルだったの？簡単に言うと、放送事業会社の東北新社に勤務する菅さんの長男が、現役の総務省幹部を繰り返し高級料亭に招くなど、違法接待していたという内容だぜ。ああ、なんかあったような気がするわね。まあ、そんなことが重なって最終的に菅さんは総裁選に出馬せず、辞任することになったけどな。なるほどね。次にルイーズは、日本の水道が狙われていると予言しているんだ。水道が狙われるってどういうことなの？具体的に言うと、水道の民営化が行われるということだな。なるほどね。実際に、フランスベオリア社が日本に進出してきていることから、ルイーズは日本の水道が狙われていると考えているそうだぜ。でも、水道が民営化しても国民がお金を払うことは同じだから、特に問題はないと思うけどね。いや、いろいろと問題があるんだ。どんな問題があるのかしら？まず、水道が民営化してしまうと、水質が下がってしまうと考えられているぜ。どうして下がってしまうの？それは、民営化されると一般企業が水を販売することになる。つまり、民間の会社は利益重視なので、より利益率が高い水を販売すると考えられているからだな。なるほど、そういうことなのね。水質が下がる理由は分かったけど、そんなことが現実に起きる日は来るの？それはどうだろうな。一時期は麻生さんが水道を民営化しようとしていたけど、その後は特に大きな動きはないからな。ただ、宮城県では2021年に水処理大手のメタウォーターなど、計10社が出資した、水結びマネジメント宮城に、上下水道と工業用水の運営権を、一括して売却する契約を結んでいるぜ。水道の民営化が着実に迫ってきている感じがするわね。まあ、そうなんだけどここで忘れてはいけないのは、水道を民営化したことで、全てデメリットが生じるわけではないということだぜ。なるほど。じゃあ、良いこともあるんだね。もちろんあるんだぜ。中でも代表的なのは、競争が生まれることで市場が盛んになることや、運営権売却によって小さな自治体でも売却益が出るなどだな。良いこともあるし、心配事もあるってことね。
それで、話をまとめると、ルイーズの予言は一部外れている感じだね。一部というか、かなり外れているかもしれないな。だけど、今後フランスベオリア社が日本に対して本格的に参入してきたら、予言は的中したことになると思うぜ。確かにそうかもしれないね。次のルイーズの予言は、日本をクレイジーな地震が襲うだぜ。クレイジーな地震って表現が気になるわね。普通だったら巨大地震とか言うと思うわ。まあ、そうだけど、この地震に関する話はかなりヤバい内容になっているんだ。なんだか怖くなってきたわね。具体的に言うと、ルイーズは日本を襲う地震に対して次のように語っているぜ。今年は様々な異常気象が起こるでしょう。中でもカリブ海やバミューダ海域で、大きな現象が起きると思います。海が見える、太平洋も見えている、太平洋も見えている。今年はクレイジーな地震が起きるでしょう。ちょっと、待ってよ。予言の内容は全然頭に入ってこなかったわ。予言の内容がもやもやっとしているから、わからなくても無理はないけどな。ただ、間違いなく言えることは、ルイーズの中で今年はいろいろな異常現象が起きること。日本を巨大でクレイジーな地震が襲うことを予言しているんだ。異常気象といえば、いつの日かヨーロッパの方では、かなりの灼熱地獄になっていたわね。確かに灼熱の影響で、水不足や山火事が発生していたから、ルイーズの予言は的中していると思うぜ。灼熱は良いとしても、巨大でクレイジーな地震って一体なんだろうね。それに関しては、おそらく能登地方で発生した地震が深く関係していると思われるな。そうなの。それはヤバいわね。具体的に言うと、ルイーズは日本の地震に対して次の内容を予言しているんだ。日本からの気象警告を受け取っています。もしかすると、以前にお話しした地震ではなく、別の地震が日本を襲う可能性が高いと思います。また、7.6 の数字が見えます。この数字が何を意味するのかは、現在のところわかりませんが、災害に注意した方がいいでしょう。数字の 7.6 ってなんだろうね。はっきりしたことは言えないが、おそらく、マグニチュード 7.6 の可能性が高いと思うな。なるほど。確かにその可能性は高そうね。それで、先日発生した能登地方の地震では、マグニチュード 7.6 だったからな。え、そうなの。それって、ルイーズが言っていたことが現実になったということなの？そうだな、まさにルイーズの予言が的中したことになるぞ。マグニチュードを正確に予言できるなんて、ルイーズはとんでもない予言者だね。確かにそれは間違いないな。次のルイーズの予言は、アメリカに巨大地震が発生するという内容だぜ。日本の次はアメリカなのね。それで、アメリカではどんな地震が発生すると考えられているの？ルイーズはアメリカの東海岸において、日が上がっている様子が見えると予言しているので、おそらく東海岸付近で巨大な地震が発生すると思うぜ。言っていることはわからなくはないけど、日本に住んでいると、アメリカの地震っていまいちイメージできないのよね。距離がものすごく離れているわけだし。まあ、気持ちはわかるけどな。だけど、2011年にアメリカの東海岸では、バージニア地震が発生しているからな。そうだったのね、知らなかったわ。意外と知られていないみたいだな。それで、このバージニア地震は、ノースアンナ原子力発電所の原子炉2基が、自動停止してしまうほどの地震だったと言われているんだぜ。じゃあ、かなりヤバい地震だったんだね。まあ、日本の地震と比べると、バージニア地震の被害は少ないけど、地震による二次災害が発生したとすれば、大変なことになる可能性は高いと思うぜ。なるほどね。まあ、世界に関することはここまでだ。え、急にどうしたのよ。実はルイーズは、日本に対してさらなる警告をしているんだぜ。警告ばっかりね。次はその警告に関して話していこう。ルイーズの警告は、日本の火山が2つか3つ噴火するだな。え、火山が噴火するの？ルイーズはそのように予言しているな。確かに日本は火山が多い国だけど、一体どこの火山が噴火するんだろう。まあ、いろいろな火山があるが、現在考えられるのは、富士山、桜島、阿蘇山などだな。確かにその火山が噴火すると、日本はヤバいと言われているわね。まあ、そうなんだけど、桜島は以前にも噴火していたので、今回のヤバさで言うと除外となるな。なるほどね、もっとヤバい噴火ってことなのね。その通りだぜ。それじゃ、富士山と阿蘇山はどれくらいヤバい噴火をすると考えられているの？そうだな。まず、阿蘇山はカルデラ火山と呼ばれる火山なんだ。なるほど。それで、このカルデラ火山は、他の火山とは少し違った噴火をすることで知られているんだ。どんな感じで噴火するの？解説すると長くなるので今回は簡単に言うけど、カルデラ火山は一般的な噴火よりも、噴火した際の威力がヤバすぎることで知られているんだ。簡単でわかりやすいわね。ただ、噴火はしてほしくない上に、甚大な被害が出てしまうことは間違いなさそうね。それは間違いないな。
阿蘇山が噴火すると、日本全国で約700万人以上の人々が犠牲になるという被害予想があるんだぜ。700万人ってヤバすぎるわね。まあ、それだけ威力を持った火山が九州に眠っているということは間違いないぜ。そんな火山が日本にあるなんて知らなかったわよ。それで気になるのは、今後阿蘇山が噴火してしまう可能性はあるの？阿蘇山は現在もしっかりと活動している火山なので、もしかすると、近い将来に噴火してしまう可能性は高いことは間違いないだろうな。そうなのね。ここまでの話を聞いて思ったけど、やっぱり人類は自然の力に勝つことはできないのね。確かにそうだな。それで、次の富士山は、現在観光スポットとして有名だけど、バリバリの現役活火山であることは間違いない。じゃあ、明日にでも沈黙を破って活動を開始してもおかしくないってことね。その通りだな。いやむしろ、この山は将来必ず噴火すると心得ておいた方が良いと思うぜ。確かにそうだね。それで、その噴火から助かるには、噴火が起こった場合にどのように溶岩が流れ、どの範囲にどれくらいの火山灰が降り注ぐのかを知っておくことが非常に大切だな。確かにその通りね。まあ、とりあえずこれを見てくれ。これは一体？富士山が噴火した際のハザードマップだな。かなりわかりやすく作成されているのね。それは専門家が作成しているからな。それで、このハザードマップから読み取れる内容はいろいろとあるんだけど、富士山が噴火した場合は火山灰が首都に直撃するんだ。確かにマップを見るとそうなっているわね。じゃあ、もし富士山が噴火してしまったら、首都にも大きな被害が出るということになるんだね。その通りだぜ。さて、ここまでは世界的な予言者であるルイーズの予言をいろいろと解説してきた。ただ、注意してほしいのは、今回解説した予言は、数ある予言の中でもほんの一部であるということだぜ。じゃあ、もっと深掘りするとヤバい予言があるんだね。あるぜ。ただ、ルイーズの予言は災害だけではなく、新エネルギーに関する内容もあるので、気になる人はルイーズのチャンネルを覗くことをおすすめするぜ。これ以上、ヤバい予言を見る勇気はないわね。確かにそうだけど、ルイーズの予言の多くは的中しているからな。そのことを考えると、予言を知っていた方がいいかもしれないわね。まさにその通りだぜ。それに、ルイーズさんは日本の火山が噴火すると言っていたから、今後はどんなことが起きるのか怖いわね。確かにそれは間違いないな。とにかく、何が起きても大丈夫なようにしっかりと対策を行うことが大事だぜ。それは間違いないわね。とにかく、防災バッグを準備するわ。よろしく頼むぞ。それじゃ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。